ディア・ジーナは日本の競争馬である。馬名は冠名と女優のジーナ・デイビスから。主な価値案は2009年のクイーンカップフローラ・ステークス。デビューは6月28日函館競馬場のメイクデビュー函館で3着。2戦目は2着で3戦目に札幌競馬場で初勝利を挙げる。その後コスモス賞では10着に敗れるが赤松賞3着。 ヒーラギ賞2着の成績で2008年を終える。なお、赤松賞より内田博之が主戦騎手を務める。年明け初戦の名の花賞を勝利すると、重賞初挑戦のクイーンカップでは2番手から抜け出し、重賞初制覇を飾った。その後、調教師と馬主との競技で、距離適正などの理由から、頻馬クラシックの初戦の大歌賞をパスし、 オークスを最大目標とすることが決定された。続く、フラワーカップでは、逃げるビーバボドカをかわせず2着に敗れたが、次戦のフローラステークスでは2番人気に押され、レースでは4番手追走から直線で抜け出し2場審査で、勝利、重賞2勝目を挙げた。続く、優秀品馬では3番人気に押されたものの、ブエナビスタの5着に敗れた。その後、 初のダート戦となるレパードステークスに出走したが、スタート後につまずき、終始後方のまま14着と、との負けに終わった。秋競馬は、シオンステークスを初戦にする予定だったが、最終をい切り後に、左前系側人体を痛めたため、同レースと、秋荷賞を回避し、放牧に出された。そして放牧から復帰することなく、2010年12月22日付で、 競争は登録を抹消して引退した。引退後は北海道日高町のメープルファームで繁殖品馬となる。三代母は優秀品馬の勝馬。その孫に天皇賞を買ったレッツゴーターキンがいる。ありがとうございます。